公明ニュースです今回は6月9日から15日までの公明新聞史上より主なニュースをピックアップしてお伝えいたします今回の項目は政府と与党が連絡会議を開催クラスター団の禁止条約批准承認案が成立北川幹事長の定例記者会見大田代表と党青年局が クールアーステへの取り組み強化を総理に申し入れ太田代表の定例記者会見以上の内容でお伝えいたします最初は9日の記事です政府と自民・公明の与党両党は8日首相官邸で連絡会議を開き会期を延長した今国会での重要法案への取り組みなどについて協議を行いました 赤城麻生総理は重要法案の成立に向け与党の協力を改めて要請さらに経済対策として予算執行の前倒しを素早く行いたいと述べるとともに今年度補正予算に計上された地方向けの基金や交付金について政府として自治体に十分な説明をしていかなければならないとの考えを示しましたまた 先月行われた党首討論で民主党の鳩山代表が政権交代を主張したことに言及し政権交代は手段であって目的ではない政権交代後に何をするのか財源をどう考えているのか明確にしてもらいたいと指摘しましたこれに対して太田代表は「景気・経済にどう手を打ったかなど内容をきめ細かく 具体的に示す努力が必要だと主張しました。次は十一日の記事です。不発弾による民間人の被害が深刻な問題となっている。クラスター弾の禁止条約批准承認案が。十日に開かれた参議院本会議で。全会一致により可決しました。この条約で。禁止の対象となるクラスター弾とは。一つの親爆弾から。 多数の小爆弾が広範囲に飛び散る極めて殺傷力の高い兵器で地上にばらまかれた不発弾による民間人の死傷者が後を絶たず市民レベルから禁止を求める声が高まっています条約はクラスター弾の使用と製造を全面的に禁止するとともに貯蔵弾の廃棄を条約発効から原則8年以内に行うよう義務付けるものです 有志国と NGO による国際軍縮交渉オスロプロセスを通じて日本は昨年12月に署名を行いましたこれまでに8か国が条約を批准発行には30か国の批准などが条件となります発行は来年以降になる見通しです続いても11日の記事です北川幹事長は10日、 国会内で定例の記者会見を行い。クラスター弾禁止条約の国会承認や。政府の新たな財政再建目標などについて見解を述べました。今日あの参議院の方でクラスター弾条約が。可決成立を致しました。会見の冒頭北川幹事長は。クラスター弾の禁止条約批准承認案の成立について。 昨年から党として条約承認を強く求めてきた経緯を紹介その上で今後日本政府は条約の内容を執行できるようまた早く発効できるよう各国に働きかけ外交的努力をしてもらいたいと述べました続いて財政再建目標達成のために内閣府が示した消費税の引き上げ幅の試算について 北川幹事長は、財政健全化は当然大切で、その道筋を骨太の方針で決めていくのが大事な論点の一つであることは間違いないとした上で、次のように述べました。私はやはり、まずは今はです、ね、景気回復を最優先ということをです、ね、これがな,なきゃもうあの、財政健全化も成り立たないわけでございますから。 まずは景気回復、経済成長の軌道に乗せていくということを現時点ではです、ね、最優先にして取り組まないといけない、その上で、えー、無駄ゼロ歳出改革はあしっかりやるのは当然でございますが、その上で税制の抜本改革についてのです、ねえー、論議、そして方向性を決めていかねばならないというふうに思っております。 次は13日の記事です。太田代表と党青年委員会は12日首相官邸で麻生総理に対しライトダウン運動などクールアースデーの取り組み強化を求める申し入れを行いましたクールアースデーは7月7日の夜に照明を消すことで温室効果ガス削減への国民の理解を深めようと公明党青年局が提案したものです 昨年6月には谷合委員長らがクールアースデー創設を求める署名簿を添え当時の福田総理に要望これを受けて創設されましたこの日の要望で太田代表らは昨年7月7日のクールアースデーでおよそ3万世帯が1日に消費する電力量を削減できたことを紹介この取り組みを、 我が国として世界に発信できる分野と強調し今年のクールアースデーで昨年以上の参加協力数を得るため政府を挙げた啓発キャンペーンを実施するよう申し入れました麻生総理は申し入れの内容に賛同を示し努力していくと答えました最後も13日の記事です太田代表は12日 国会内で定例記者会見を開き政府が今月中にまとめる経済・財政改革の基本方針2009などについて見解を述べましたまず経済・財政改革の基本方針2009いわゆる骨太方針について太田代表は水尾の経済危機をどう捉えどう乗り越えていくのか 政府が経済政策などで示した新しい日本の成長戦略のニュアンスが出ることが望ましいのではないかとの見解を示しましたまた9日に提示された素案に新たな財政再建目標が盛り込まれたことに関し太田代表は次のように述べました私はあの経済再建あ財,あ財政再建よりもまず、 生活再建、そして経済危機の脱出、そこが基本テーマになっていかなくてはいけないと、その基本思想があって、ビジョンが出されて、それが貫かれていくということが、今年の骨太方針では私は大事なことだと、その中の一つに財政健全化ということの位置づけはどういうふうに なってますか、ね、ということし、一方、2020年までの温室効果ガス削減の中期目標で政府が2005年比15%減と決めたことに関して太田代表は環境の時代が来る中で低炭素革命に高い目標を立て 国内だけではなく世界を引っ張ることは新たな市場と雇用を生み出すと力説麻生総理が中期目標とともに同様の考え方を表明したことにも触れ大変に意欲的であり野心的な姿勢であると評価したいと述べました以上「公明ニュース」でした。